やばいっすね。皆さんも知ってると思うんですけど、改めてちょっと動画にするとこの状況。この状況ですよ。自動車運転時の、スマホ見ながらよろしくないというか、まあ危ないですからね。確かに危ないというか、結構事故。今度からカーナビ、今こう画面出てると思うんですけど、カーナビ禁止というか、禁止じゃないんですけど、法改正でね、画面を変にね、凝視してたりとか注視したりとかでしなければ問題はないんですよ。問題はないんですけど、まあ要するに画面を眺めてる時間が長ければ長いほど取締りの対象になりますし、まあ、当然ね、捕まえられるということで、最近だったら iPad とかね、こう動画とか見るのにね、使ってる人とかいると思うんですけど、画面をあんまり注視しすぎたら違反になるっていう。この Google マップ今起動させてるんですけど、このマップもね、注視しすぎると、要するに見すぎると完全にアウトになるという。画面ばっかり見ずにね、ちゃんと運転しすることができるんであれば、特にね、引っかかることはないと思うし、まあ、止められることはないとは思うんですけども、この画面つけてるだけ、画面つけてるだけでアウトっていうケースもね、なくはないんじゃないかっていう。本当に画面見てなくてもね、画面これついてるじゃないかってツッコミ入れられたらね、いくらでも逮捕できちゃうんじゃないかというか、切符切れちゃうんじゃないかっていう、そういうね、法改正ですよね。こういうのって今運転しながらこうねつけてますけど、実際今ね画面見てるかって言ったら見てないですからね。皆さんもね、とりあえず気をつけ、なんだ前大丈夫か、なんかあんま変な感じで止まってる、怪しいな、事故ってんじゃねえだろうな、これ。あ、どうも連れ同士です、連れ同士らしい。これって証明のしようがなくないですかね、画面見てないって主張したところで。あんまりね、やってほしくないですね。そうそう、あんまりにも細かくね、最近法律なんか変わるの早すぎないですか。シュタインズゲートでいうと、ディストピアみたいな感じじゃないですか。何でもかんでも厳しくすりゃいいってもんじゃないのっていうね。まあ常識、普通にしてたら絶対まずね、なんか引っかかることないですよ。引っかかることないんですけど、わざわざそれにするっていうね、めんどくさい時代ですね。いかがだったでしょうか、今日の話題というかね。もうとりあえずね、そう、なんかまた車関連法律ね、ちょっとややこしいのが増えるっていうか、画面中止してたら止められるかもしれないよっていう